半幕の本家の半魔妖先生です。人間たちがね、あまり知らないんで、のんびり師匠以上のね、額をね、簡単に取れる内容のね発表をしてるんだけど、何かと言いますね、体のね健康向上と機能向上ですね、がありますね。前にお話ししましたけれども、若い時、体を鍛えてスポーツマンとかですね、エネルギーを取る量をねたくさん取れるようにね、で、糖尿病にならない、たくさん食べて糖尿病にならない、筋肉運動にねエネルギーを使えるということは大事なんですね。それでたくさん食べても糖尿病に なんなかったりしてね、スポーツ選手っていうのは特殊的に食べ物を多く食べられて動けるわけですね。これ普通の一般と違うわけですね。運動選手と普通の人との違いですね。でね、それにはね2通りあります。通常運動選手は筋肉に体を動かすときエネルギーを送るためにね、食事なんかがたくさん取れるわけですね。もう一つはですね、頭を使う、よく使う仕事っていうのでね、たくさん脳にエネルギーを送らないといけないわけです。筋肉と今度違って考えたりする仕事ですね。僕は IBM の研究所にも勤めてたわけですけれどね、研究とか考えるとかね、ことが多いね、頭を使う仕事が多いわけですね。にはただのままじゃ考えることが普通になってなんですね。エネルギーを多くね頭に遅れて、で頭が回転よく消化してるかというですね、頭はねエネルギーを多く取っちゃうと死んじゃいます。消化できるかどうかですね。でね、私の場合はまた住んだ人はね、人間はいないかもしれないけどね、人間も頑張ればそうなりますよということで、脳にたくさんエネルギーを送れるように、運動選手みたいに食事とかたくさんとってね、高カロリーとって消化を 脳に今度仕事してもらって、ちゃんと消化できるかということですね。できますと今度筋肉じゃなくて脳のね働きをよく大きくするというね、間違ったら死んじゃいますよ脳はね。で筋肉じゃないんですよ、運動じゃなくてね、脳の方だけで消化しちゃうんです。で脳を働きを多くするには運動政治という同じにね、筋肉にエネルギーをたくさん送って動いてたわけですね。筋肉運動マンスポーツマンってね。でそれとまたもう一つあって、脳の方の方にねエネルギーをよく送って脳をよく働かしてね消化してもらう。でこれがね2つの選択がありますね、若い時にね。だから運動ばっかりやってて筋肉の方に回しちゃうと脳の方にね栄養を送れなくなるんでダメなんですよ。やめないと あなたは能力頭でね仕事しますか、行きますか、そういう生物に変化していきますかと、また運動の方にエネルギーを送る方に優先してね行きますかと、また普通の人になりますかと、まあ3通りありますわね。その選択はあるんですね。でその若い時にねその選択するわけですね。私は脳の方にねよく働かしてね、私は偉くなりたいんだと、仕事もやっぱ進んだ頭のいい仕事で、
なった方が好きだからって、で仕事も好きだからと、そういう頭で仕事するという。で脳の方にねエネルギーを送れるようにしたんです私は。だから運動の方はちょっとダメですけども、スポーツマンみたいに動きませんけれどね、そんなにはね、少しは動きます。若い時から登山とかジャンボリーとかね、何十回も訓練してましたから、登山など行ってね。でまあただあと世田谷大会、ね、学生の時に世田谷大会行って選手として、中学校の時も出場して出てました。選手運動選手と同じですね。中学生でね、まあその程度はやったけども、ストップかけたんです。やりすぎにならないようにで途中でストップをかけたんですね。というのはあまりやりすぎるとね、筋肉の方にばっかし栄養を送る体になっちゃう、ね、もっと得な方は頭の方に送れるように、頭を働かせてまた消化できるようにちゃんとね、遊びじゃなくて、そういうふうにエネルギーの供給方法を運動選手のようになっちゃまずいんで、ランニングを途中で停止したんです ね。これからランニングきついでしょ、何キロもねランニングする、あんまりやりすぎて、やりたかったんです体を動かして。確かにやればできたんだけど、そうなると筋肉の方、運動選手の方の方の方にエネルギーを送るんで、頭の方に送んないと損するということだね。そっちの方に変化したのね。それで私はね、運動選手と同じように高カロリーのエネルギーが取れて、筋肉の方じゃなくて頭の方に送れる道に行ったんですね。でこれは、ね